船引き真由美は、北海道出身の元バスケットボール選手である。ポジションは、ガードゴワード。富士通レッドウェーブに所属していた。174センチメートル58キログラム。同じく富士通に所属していた、船引き香里は実種である。札幌山の手高校から、愛知学泉大学に進学。インカレ五連覇を経験し、1999年の、 ユニバーシアードに姉妹揃って出場。2001年、姉が所属する富士通に入社。1年目より15試合中14試合にスタメン出場し、W リーグ昇格の原動力となる一方で、ユニバーシアードに大会連続出場も果たした。2007年のオールジャパンでは、大会ベスト5に選ばれた。2008年北京五輪世界最終予選の日本代表に選出された。 2011年引退。現在は母校の札幌山の手高の家庭科教員、同校女子バスケットボール部のコーチを務めながら、クラブチームのアカシアクラブに所属。教え子には後に、富士通の後輩となる、長岡萌子がいる。2013年4月4日、レバンが北海道の野口大輔と入籍。2018年3月18日に行われた、 レバンが北海道 VS と山クラウジーズ戦で HBC ラジオの解説を務めた。ありがとうございます。